コメントでも励ましをいただいてるんですけど、まあでもグッドウッドガイのレースとこのレースがまず今週末ドカンともらったレースなんですけど、まあでも両方3連単取れてないんで、まあ、そこを3連単取り切れば完全に勝ちに回れるんで、その辺がやっぱちょっと今後の課題かなと思います。私ね、皆さん取り切ってますもんね。あのその10、うん一つのレースで10万の払い戻しっていうのをやはりね年間何回か受けてほしいんですけど、その10万の払い戻しの受け方っていうのもいろいろあって、言えば1000倍を100円で取る、これは小銭で言ったら総流しとかしてたらすごい馬が入って1000倍になったっていうこのパターンね、このラッキーパンチの小銭 の1000倍を100円取る取り方と、例えば3連単の100倍を1000円取る、私ね3連単の100倍ってレースによっては一番人気の時とかあるんです。まあまあもちろんその一番人気っていうのは、うん、あのみんながよう分かってないからそんだけついてるわけですけど、でも自分にとっては見えてる時とかあるじゃないですか、はい、まあ、はいはい、言ったら3連単100倍を1000円取ったりとか、上乗せでねどん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 です、それとか、まあ、例えば今回みたいに200倍に近い200倍を500円取る10万とかも全然あっていいと思います。なるほど、やはり自分が見えている時の重ね買いで、あのその10万の払い戻しを受けるレースっていうのはあの年に何回かないとダメです。どんな買い方をしててもね、あの、うん、もちろんそれはあのお金の使う代償がそのレースによってあるわけやから、うん、常に狙えってわけではないけども、あの勝負やと思うレースの時にはそれぐらいのあれは必要やと思います。確かに、ね、年に数回はやっぱり10万の払い戻しを受けないから、はい、うん、はい、分かりました、はい、ありがたい話です。皆さんぜひよかったらここは気抜きますので、ぜひ高評価ボタンと、はい、チャンネル登録よろしくお願いいたします。私はこのレースだから単品だったから4万ぐらいなんですよね。でもそれが要は3連単ちょっと買っとけば届くかもしれないってことですもんね。そうですそうです、はい、いやありがとうございます、はい、身に染みます、はい、皆さんも一緒に頑張りましょう。私があれですけどね、私より上手い方ばっかですけど、はい、すいません、はい、お願いします。